皆様こんにちは。8月11日今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのはドル円の時間足になります。今高値がちょうど100等円の77まで上がってきたところ、今日の高値ですね。まあ朝方から今日はまあ買いを考えて、イメージ的には今日は7080ゾーンでリグということで、朝コメントを書きましたが、全く押しがないという状態です。まあ時間的に例えばこう見てもですね、まあ朝方えらい早い時間帯の出会いの51というのが一番の安値であったそうで、あとはもう本当に60ぐらいを買わないと今日は相場に入れないというような状況です。まあ、今晩でございますけど、やはりあのレベル感でですねショートを振るのはやっぱり非常に怖いと言って、じゃあ70の上で買いを刺すというわけにもこれいきません。一回反落があっても全くおかしくはないので、それを考えるとダメ元になってしまいますけれども、110円の例えば55もしくは45、そういった水準に買いを置いて、まあ、自分としては55に置くつもりでおりますが、そして利食いを100等円の今のところまあ77ですけど、まあ、80台乗っかって80台売りもあると思うので、82というちょっと刻んだところでロングを利食いたいなというふうに思いました。ストップは100等円の35で考えてみたいと思います。ユーロドルです。ユーロドルは、こちらの方は、1.17 のポイントですね、これを多分狙いに行くだろうということで 1.1738 でちょっと刻んで売りを置きましたが、高値が256、ね、25に置かないと売れなかったということですね。ちょっと自分が置いた38みたいなマニアックな水準は届かずで、今ちょうど安値のところですね、 1.17 を狙いにいってると。まあショートの利食いとしては 1.16 の85で、イメージをいたしましたが、全く、売れてないのでいかんともしがたいといったところです。まあオーバーナイトで考えればやはり戻り売り、これだけやっぱり上値がどんどんと切り下がってきておりますし、流れから言ったらやっぱり順張りの売りだろうと思います。ここで見て 1.1740 確かに重たいなということ、それの直前に売りを置いてみましたが、全くかすりすらしませんでしたが、じゃあ 1.1715 とか20に売りをオーバーナイトで置きますかと言われたら、やっぱそれも怖い。やはりある程度の戻りがあってもおかしくはないので、オーバーナイトは 1.17、まあ、42で朝の水準よりも引き上げて 1.1742 の売りを、もしこれが売れたらできたら、もう 1.17 の、70でストップを、買い戻しは 1.16 の、85で考えてみたいと思います。ユーロ円です。ユーロ円も全体的に今日の動きだけを見ますと、もう本当に横ばいです。これ典型的なクロス円の値動きでございまして、要は、上げ基調のドル円と下げ基調のユーロドルとの掛け算でございまして、同じピップ数だけドル円が上がりユーロドルが下がっているのであれば、基本的には真横で推移せざるを得ないという形になります。まあこれ全然方向感はっきりしませんけれども、ただし、まあ、ドル円が堅調な分だけ、押しは買っていけるのではないかという気がしております。朝方129円の42という水準買いを指しましたが、129円の572が安値、55すらついておりません。まあオーバーナイトで考えると、まあ、129円の55ぐらいでしょうかね。買いを129円の30でストップを、129円の85で利食いというふうにイメージをしてみたいと思います。ポンド円です。ポンド円も基本じり高です。152円の70で買いを置きましたが、全然これもつきませんでした。ここの朝方の9時半過ぎのこれですね、アースクベース152円の931、こちらが安値でございました。もしやるとすればですけど、
やはりこれもたらればになりますが、まあ、152円の朝方の70、この水準であればやっぱり一回拾ってみたいなと思います。2円の70買いで152円のちょうど今ここの時間足の200移動平均線152円の513、これが割れてきたら一旦やめだと思いますので、152円の50でストップを、そしてロングの利食い153円の、昨日の高値のちょっと手前、あとそれとここで245がありますので、まあロングの利食いもし2の152の70が拾えたら153円の25でプロフィットテイクを考えてみたいと思います。ポンドドルです。ポンドドル、これもドル買いが非常に強くじわじわとこう下値を切り下げていってる動きでございますので、やはり戻り売りが中心になろうかと思います。 1.38の45、これ見るとですね、日付が変わる直前にほぼほぼ高値をつけて一回緩み、また高値をつけて緩む、でまたここも高値をつけて緩む、ここも高値をつけて緩むですので、今日も日付が変わる前ぐらいにちょこっともし上がるのであれば、このチャートの形から形状からいったら、まあ、この辺りかなという気がするので、 1.38 の、まあ、50、まあ、45ですかねに売りをさせてみたいと思います。 1.38 の、75でストップを、買い戻しは 1.3795 で考えてみたいと思います。オージエンです。OGA も、基本は、十分に引きつけて、まあ、買い場探しかなという81円ちょうどで朝方買いを置きましたが、これもかすってしまいました。全部、拾えずに上に上がってしまいました。オーバーナイトはもう一段ちょっと下げを意識をして80円の、90で買いを考えてみたいと思います。80円のこちらですね、6560水準ですけど、まあ、一応60でストップを、80円の90もし拾えれば利食いを81の30で考えてみたいです。 OG ドルについてもこれは戻り売り、ドル買いの相場感でいいかなと思います。 0.73 の、55で売りを、0.73 の85でストップを、そして買い戻しは 0.73 の手前ぐらいですね、 0.73 の10でイメージしてみたいです。ニュージー円です。ニュージー円も今日買いで考えましたが、77円の25全く拾えずに上に上がりました。まあ、オーバーナイトはやはり買うんであればやっぱり77円の20近辺だと思います。ダメ元で、買いを置きたいと思います。76の95でストップを、77のもし20で拾えれば、77の65でロングの利食いを考えてみたいと思います。タイドルについては、これも引きつけて戻り売りから0.70 の30で売りを、0.70 の60でストップを、直近高値ちょっとこれ60超えてますけど、もしここを超えてくるんだったらもうこれはショートは切るつもりでいます。 0.7030 もし戻りが売れれば 0.69 のこの70ですね、 0.6970 で買い戻しを考えてみたい、そのように思います。多通貨ドルは全部戻り売りで、ドル円を押し目買いで、黒線に関しては、まあ、ドル円の影響の方が大きいのかなという気がしてですね、押し目買いにしてみました。まあ、非常にこれだけ、じわじわとドル円が上がってまいりまして、といって、上値には、100等円の80も85も90も本邦実需の売りが並んでいるというふうに思います。今工場の稼働を全部止めて日本のメーカーさん輸出企業さんが全部会社一斉にお休みに入っている
はずです。輸入企業さんの場合には財務部だけ出てきて、原油石油ですねは財務部だけで交代制で出てきて、銀行と取引をしますが、私が実際自分の法銀で、やってた時にはメーカーさんはべったりと工場もやめる止めるので財務部も出社しないといった形になってたのが一般的でございました。で、電話がかかってくるのは全部外から、ご自宅からとか外出先から電話がかかってくるといったケースは多かったです。まあちらちらと、まあ今携帯でも見れますからね、でレートを見てらっしゃると思いますが、といってオフィスにいるほど機動力があって叩いてくるわけではないので、基本はオーバーナイトで、もしくはオーバーウィークで、お盆休みに入る前に置いたオーダーを、まあ、来週月曜日ぐらいまでべったりと置きっぱなしにしているというふうに、イメージします。なのでここから上には末広がりに上がれば上がるほど金額が増えて、110円台よりは111円台、111円の前半よりは111円のミドル、ついたらいいな112円台というようなところまで売りオーダーが並んでるはずなので、食っても食っても日本勢の売りが引かないという形になれば、どこかで要は海外勢のロングが諦める可能性すらありますので、急落にはやっぱり注意は注意なんですね。ただまあそれを期待してじゃあ今からショート振ってずっと耐えるかと言われたら、どこまで持ってかれるか分かんないだけに、やはり、マーケットに入るのであればやはり買いから入るんだろうと、それが一般的だろうと、そのふうにイメージをしております。それではまた今晩何かございましたらぜひよろしくお願いしたいと思います。今晩の相場展望チャート分析編、この辺で失礼させていただきます。どうもありがとうございました。それではよろしくどうぞお願いします。失礼します。 JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。 JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。